った形でお会いしてると思うんですけど、はい、実際にお会いしてみていかがですか。まず柿原さんから、はい、はい、確かに初めて会った時はなんか僕もよく日本では年齢不詳って言われるんだけど、コットさんも年齢不詳で、でその、なんかやっぱちょっと、僕20代の時からこのタッチって言っているから、ずっと20代でストップしてるんだけど、俺自身は。で、コットさんはこう、またちょっと、なんか大人な、魅力というか、なんか落ち着いていて、なんか僕は日本にいるといつも、もう勝手にずっとそのまま夏だよねって言われるんですけど、トモさんはなんかちょっと、やっぱちょっと当たるかな、当たった感じがして、なんかちょっとお兄ちゃんみたいな感じがします。すごいですよ。こんなにアメリカの皆さんいるんですよ。すごい。Should everybody come to the So Monday. いえ、人力で。結構踏んでいいんだ。長いく長いく。ちょっと、ヘイカップル。あ、気持ちいいね。B 版。カリフォルニアでカートを走るとは思わなかったな。結構ちゃんとスピード出るよ。はい、ね、どこだっけ。ここです。あそこ。はい。ドアだ。あ、ドアが開いてるところ。はいはい。ドア、あそこ。ああ。黒いシャツ。黒いシャツ。どこどこ、はい、じゃあちょっと U ターンするね。いえいえ、これは大丈夫です。いえいえ、ちょっとぐるってしたせてよベイベー。やったー、イエーイ、よし、わー。ありがとう、楽しかった。大谷もそうだし、デコピン見たかった。あ、デコピン。
大谷の犬、大谷の犬見ちゃった。デコピンはレアですからね。レアピンが中心デコピン。この間始球式のデコピンが可愛かった。Yeah, because I saw デコピン throwing the first ball, you know, like few days ago at Dodger Studio. まで踏み込んで発進するまでの遊びがちょっと誰にやるかしら。P 入れてね。さて今日は誰かしら。これ今マックスで踏んでおります。マックスです。マックスミリアムです。結局さ、アナハイムってさ、ディズニーランド行かないのはおかしいって言われて、でもね、時間的に無理なのよね。午前中から夕方までね、イベント、そしてサイン会やらせていただいて、でその後にじゃあディズニーランド行きますかって言っても、もうちょっとこの時間からディズニー行くとちょっとあまりにも時間が足りないということで、我々は今日、少しでもディズニー感を感じようということで、ダウンタウンディズニーの方にやってきたとさ、めでたしめでたし。ディズニー最高って言ってますが、って言うてますが、無事にねイベント終わりまして、まずは一回ちょっと乾杯したいなと思います。はい、皆さん今日グラスをねくださいませ。じゃあ、本当にアメリカ呼んでくれてありがとうございます。そして皆さん本当に応援してくださっているアメリカの皆さん、本当にどうもありがとうございました。わざわざ日本から駆けつけてくれたファンの皆さんもいらっしゃって、本当にどうもありがとうございます。気をつけて帰ってね。でまた日本で会いましょう。じゃあ皆さん乾杯。よーし、うまいね。なんも面白いこと出てこないよ。ただお腹減ったから食べて飲んで、腹減ったらまた食べて、でディズニーを楽しみでまた飲んで、で多分今日このまま寝るね。そのでちょっともしかしたら椎名さんがいろんな映像を撮ってるかもしれないけども、それは音楽に合わせていろいろとつなぎ合わせてご覧ください。どうぞ。